ベンターシカリはイングランド出身のエレクトロニコアバンド。実験音楽的要素が特徴のポストハードコアグループの一つ。作品の多くがノミネートされる常連でもあり、メディアの音楽賞を数多く獲得している。1999年に発足したハイブレッドという名のバンドが前身で2003年にロリー・クリューローが加入したのを契機に現行に改名。バンド名。 エンター・シカリは、ヒンディー語で、エンター・ザ・ハンターを意味し、外へ飛び出し、自分の欲しいものを手に入れろという意味が込められている。ヘビーメタルとレーブ、トランスを融合させた、得意なサウンドが、インターネット上で話題を呼び、10代の若者を、中心に支持が広がっている。幾度とないメジャーレーベルからの誘いを断り続け、2006年7月に、自主レーベル、アンブッシュ・リアリティを立ち上げた。 デビューアルバム、Take to the Skies は、同レーベルから2007年3月19日に、イギリスでリリースされ、全英アルバムチャートで最高4位を獲得した。2007年、2009年の8月には、サマソニーに、2009年の4月には、プンクスプリングに出演。2009年6月15日には、セカンドアルバム、Common Dreads がリリースされ、 全英アルバムチャートにて初登場16位を記録した。2010年10月にシングルデスタビライズ。2011年5月にシングルクエールサプライズを立て続けにリリース。デスタビライズは A ロックチャートで初登場1位を獲得した。2012年1月、前作より3年ぶりとなるサードアルバムアフラッシュフラットオブカラーをリリース。日本での公演は 2007年2009年のサマーソニックのほか、2008年1月にマキシマムザホルモントツアー、2012年2月に東京、リック・ウィドリウム・エビスでの単独公演、2018年4月にクロスフェイスのツアーに参加など、ありがとうございます。